皆さん、こんにちは。2023年9月30日にタカラジェンヌがマンションから飛び降り亡くなったという事件が報道されました。この事件で亡くなったのは宝塚歌劇団の空組に所属する有明井さん。そしてこの報道がきっかけとなり、宝塚歌劇団の中での上級生によるいじめ問題が明らかとなります。宝塚歌劇団側はいじめ問題については否定していましたが、その後調査のずさんさや過去の事件の隠蔽などが次々と報じられ、現在も物議を醸しています。そんな中、元タカラジェンヌで公認心理師の東小雪さんが週刊文春の取材に応じ、宝塚の裏側がまた明らかとなりました。今回は週刊文春が新たに報じた宝塚歌劇団の裏側についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。まず事の発端となった事件についてご説明します。2023年9月30日、兵庫県宝塚市のマンションの敷地で住人の女性が倒れて死亡しているのが見つかり、その女性は宝塚歌劇団の俳優であると報じられました。発見時の状況から事件性は薄いと考えられ、18階建て高層マンションの最上階から身を投げ自殺を図ったとみられています。駆けつけた捜査員が18階を調べたところ、通路に彼女の所持品と思われるビニール製の手提げカバンが発見され、身元が判明。女性は宝塚歌劇団の空組に所属する有明井さんであることが分かりました。有明井さんは25歳。あまりにも早すぎる死に、この事件は宝塚ファンだけでなく多くの人が衝撃を受けました。そしてこの件はこの報道のみでは終わりませんでした。この自殺の原因は上級生からのいじめであると報道されたのです。有明井さんはヘアアイロンで額を火傷させられた、集団リンチのような上級生からのパワハラなどのいじめに苦しめられていたといいます。宝塚歌劇団側はこれを事実無根であるとし否定しましたが、10月7日には宝塚歌劇団担当者が大切な仲間の命が失われたことは極めて重大なことと厳粛に受け止めており、誠に無念でなりません。生徒の心情にも十分配慮しながら関係者へのヒアリングや調査などを行っていくことといたしますと話していました。こうして始まった内部調査ですが、宝塚歌劇団理事長の小馬健司氏は当初空組の生徒たちに対し、調査は1人30分で行いますという趣旨の発言をしていたと関係者が明かしていました。また空組公演の休演期間は10月22日までとしていたため、2週間足らずで形だけの調査をするという意図が透けて見えると非難が殺到しました。その後聴取時間は希望すれば2時間前後の場合もあり、調査期間の延期も発表しています。しかし過去に隠蔽された事件や内部説明にて月組組長の理香真澄さんが、間違ったら間違った本人が悪いんですといった発言をしたことも明らかとなり、劇団の組織自体に問題があるのではないかと批判が相次ぎました。そういった状況の中で新たに宝塚に関して証言したのは、元タカラジェンヌで公認心理師の東小雪さん。週刊文春の取材に対して、宝塚歌劇団にはびこっている時代錯誤の悪しき伝統について詳しく明かしていました。第91期生の東さんは2003年に宝塚音楽学校に入学し、アウラマキの芸名で花組の男役として舞台に立ち、2006年に退団しました。東さんは今回取材に応じた理由について、どうして宝塚で体験したことをお話しするかというと、私自身も加害者だったからですと語りました。まず東さんは2年生の宝塚音楽学校での出来事を明かしました。宝塚音楽学校では上級生を本科生、下級生を余科生と呼ぶそうです。余科生は本科生から寮の掃除や挨拶の仕方など生活指導を受けますが、それらは通常の指導を明らかに逸脱したものだったといいます。中でも今でも忘れられないのが爆弾ノックとのこと。東さんによると、余科生を寮の小部屋に待機させておいて、
本科生が扉を繰り返し蹴ったり叩いたりする。爆弾ノックで掃除分担や食事分担と担当ごとに呼び出す。その後廊下に並ばせて膝立ちの姿勢で叱られました。音楽学校でも予科生は締めセレモニーと呼ばれる指導を受け、時に何十人もの本科生に囲まれ、人格を否定するようなことを大声で言われる。まさに罵詈雑言の集中砲火でしたとのこと。圧倒的な上下関係の下で下級生に課される規律を予科時というそうです。これにより下級生は心身ともに追い詰められていったといいます。東さんは当時の状況について、私の頃はノートをお札サイズにカッターで切り、そこに本科〇〇様ご質問させていただきたいことがあります、予科〇〇と書いたものを渡して指導を仰いでいました。紙がきれいに切れていない、字が汚い、裏に字が透けていると難癖をつけられ、何度もやり直しになる。結果寝ることはおろか食べる暇もない。当時の寮は各部屋にお風呂がなかったので、週に一度しか入浴できなかったこともありましたと、厳しい指導について語っていました。しかも劇団入団後も指導は続いたそうです。入団1年目は総勢80人近い組の最下層になり、7年目までは若手扱いになるとのこと。楽屋での支度の際に上級生の気に触ることがあれば、公演後に6年生から5年生、5年生から4年生へと指導と称して厳しく叱責されていく。指導内容は舞台に関わることもありましたが、羽の並べ方が違う、おしぼりを上級生に出すタイミングが違うなど、叱る口実を探しているとしか思えないこともありましたとのこと。9月30日に亡くなったアリアさんは新人公演最上級生にあたる7年生でした。しかも新人公演のリーダーである新校の長を任されていたといいます。本公演と新人公演の両立は本当に大変です。1日2本の本公演を終え、夜から新人公演の稽古が始まるのですが、自分の出番でない時も休むことは許されず、直立不動で立っていないといけない。体力的にかなりきつかったです。翌朝の本公演前に下級生が眠そうな顔を上級生に見せてしまうと、上げ下ろしに従ってまずは進行の長が上級生から下級生の態度がなっていないと吊るし上げられます。10月7日の会見で小葉健史理事長はアリアさんが亡くなる直前の様子について、特にはない、いつもと変わらないと聞いておりますと答え、彼女の異変に気づけなかった実態が明らかとなりました。しかしこういったいじめやパワハラがなぜ放置されてきたのでしょうか。その理由について東さんは次のように語っていました。演出や踊りの先生も上級生の行き過ぎた指導に対し、やりすぎではないかと注意することはありますが、止めることはない、いわば共犯関係。宝塚では外部漏らしはご法度で、劇団内のことは親にも言ってはいけなかった。そうやって洗脳されていたため、悩みを人に相談するという発想自体がありませんでした。劇団に常駐する医務室の先生に、楽屋にいるのがつらいとうっかり相談しちゃったら、その話がプロデューサーに全部筒抜けになっていたことがあって、芸事で生きていくためにはキャスティング権を握る、プロデューサーに弱い部分は見せられない、生徒たちに逃げ場はないのです。また連日のように明らかになるアリアさんの事件への劇団側の対応について、適切な調査を行っているか疑問に思います。個別のいじめ行為があったかどうかを調査しても劇団は何も変わりません。特定の生徒や空組だけに問題があるのではなく、全ての組で暴力は繰り返され、そうやって作品は作られてきました。二度と同じ悲劇が起きないようにするためには、根本となる暴力構造を断ち切らないとと苦言を呈していました。そしてトップスターを含め誰しも被害者であり加害者だと強調し、あの厳しさがあったからスターになれたと、過去の暴力を肯定して美化するのではなく、
加害性に向き合うことが大切ですと指摘していました。下級生を責め立て追い込むような指導では、指導された本人たちは怒られないようにと行動するようになるのではないでしょうか。本来指導とはある目的に向かって教え導くことです。上級生と下級生では意識の差が出てしまうのは仕方がないと思いますが、現在明らかとなっているような指導方法で下級生を上級生が目指している目標まで導くことができるのでしょうか。自身も加害者だったと東さんも語っていましたが、あの厳しさがあったからスターになれたと過去を美化するのは違う、加害性に向き合うことが大切という意見はもっともだと思います。現在指導をしている上級生たちは、自身が指導を受ける立場だった時、少なからず辛い思いをしたはずです。そして自分が嫌だったことは他人にしないという意識があれば、状況は変わるものがあるかもしれません。ただこれまで厳しい指導しか受けてこなかった団員や生徒たちが急に指導方法を変えるというのも難しいとも思います。これまで閉鎖された空間での出来事が今回次々と明らかとなり、宝塚内部の異常性や的外れな対応について外部から指摘が上がっている今、この声にも耳を傾け、指導方法の改善や生徒や団員の心のケアなど内部のシステムに変化があることを祈ります。いかがでしたか。週刊文春が新たに報じた宝塚の裏側、学生時代だけではなく劇団に入団しても終わることのない指導に心を病んでしまうことは当然のことに思えますよね。まだまだ宝塚の問題は根深いとは思いますが、これからより良い環境となることを祈ります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。